ーグがプロ化っていうところで新しいファンの方も獲得したいですし、女子サッカー支えてくださったサポーターの方たちに本当に変わったな、前より楽しくなったなってこう思ってもらえるようなリーグにしたいなと思ってます。すごくいい状態だと思います、まあ、これからもうちょっと良くなっていくかなっていうところで開幕に向けてそこに持っていきたいなと思ってます。やっぱ体の強さキープっていうところは年齢重ねても変わらない部分強みだと思うんで、試合やってて自分がガツンと人とぶつかるとおーっていうのがやっぱ聞こえるのが個人的にも嬉しいですし、自分はこういうことで見せられるんだなっていうのもいっぱい見せていきたいなと思います。得点がやっぱ一番だと思いますし、チームに貢献するような役割っていうのがあると思うんで、ピッチでもやっぱ個性が強い選手が多いんで、そういう選手たちがよりスムーズに動けるような役割っていうのもやりたいなっていうふうには思ってます。初代女王っていうのは絶対取りたいですし、 Weリーグの開幕試合に当たるんで、まあ、そこで結果を出せば初勝利になりますし、初ゴールになりますし、いろんな初がつくと思うんで、そこはこだわりたいなってチームとしても個人としても思ってます。